ウクライナ政府がクリミア半島のクリミア橋を攻撃対象にするとの情報を入手したよ。クリミア橋は、ロシアにとっては重要な存在だもんね。そのクリミア橋をウクライナが攻撃してしまったら、ロシアはどのような反撃を繰り出すんだろうね。ハイマース供与からは、高機動ロケットシステムの重要性がわかるな。日本の自衛隊も早急に技術を取り入れなければ、とアクセクしているようだぜ。そうだね。さて今回は、クリミア橋が攻撃対象にされたロシアの対応について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年7月16日に、ウクライナ政府のアレストビッチ大統領府長官顧問が、長射程のロケット砲が配備されるなどして技術的敵に可能になれば、クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋は真っ先に攻撃対象となると、衝撃の発言をしているよ。ロシアの貴重な独立系報道機関である日刊全国紙のコメルサント氏が伝えたことについて、ロシア上院のクリシャス憲法法制委員長は、17日にこの発言に強く反発する談話を発表していて、全ウクライナを武装解除して非ナチ化を進めるべきだと、ウクライナに対する軍事作戦を強化すべきだと訴えているんだ。ナチといえば、アドルフ・ヒトラーや国家社会主義ドイツ労働者党が支配したドイツ軍に対する呼称で、1939年の9月にナチスドイツがポーランドに侵攻して勃発した第二次世界大戦の開戦後の数ヶ月は特に残酷で、3万人以上の民間人が虐殺されたよね。特に反ユダヤ主義とも呼ばれる政策は、ユダヤ人は店に入ってはいけない。決まった住居にいなければいけないというものから、最終的には絶滅収容所が作られてしまい、多数の命が犠牲となったぜ。今も全世界で非人道的行為として負の出来事として知られているよね。現在の世界にナチのような存在があっては絶対にいけないと思うよ。この件との関連性は不明だけど、ウクライナ側の発表によれば、クリミア半島のセバストポリ軍港に入港していたロシア海軍黒海艦隊の艦艇が、ロシア本土側にあるノボロシスク港に移動したと伝えられているんだ。これは、アメリカ軍から供与された高機動ロケットシステムハイマースを配備したとされているんだけど、現時点では、アメリカはウクライナ軍に対する供与を否定しているみたい。これは射程距離 300km を誇る地対地ミサイル MGM-140A タクムスのブロックに A が供与されて、セバストポリに向けて発射された場合に黒海艦隊の艦艇が危険にさらされる可能性があるためではないか、と思われているからだね。この MGM-140A タクムスはハイマースだけでなく、新たにウクライナに供与されたマース M270 からも発射可能なミサイルで、現在、アメリカのバイデン政権は、ウクライナに供与してロシア本土を攻撃した場合に、核戦争に結びつく可能性があるとして供与を否定しているんだ。だがもし方針が転換されて供与された場合には、ウクライナ本土からクリミア半島の、東岸にあるクリミア橋の攻撃が可能とされているぜ。クリミア橋についておさらいしておこうよ。クリミア橋は、アゾフ海と黒海を結ぶケルチ海峡を結ぶケルチ海峡フェリーの代替として2015年5月から建設が開始され、道路部分が2018年5月15日に開通、鉄道部分が2019年12月23日に開通した橋で、ロシアのクラスノダール地方にあるタマン半島とクリミア共和国のクリミア半島の間を結ぶ、全長 18.1km 道路橋は 16.9km のヨーロッパで最も長い鉄道道路併用橋だね。ロシアが2014年3月にクリミア半島を併合したものの、半島北部の大陸とつながっている部分はウクライナ領であり、ロシアはクリミア半島へ陸路による到達手段はなく、さらに、ケルチ海峡フェリーは悪天候によってしばしば運航するため、ロシア本土とクリミア半島の間ではしばしば車両の長い列が見られたというよ。この橋の建設は、併合したクリミア半島を保持するというロシアの決意を表すもので、クリミア半島をロシア領と物理的につなぐ架け橋として、ロシアにより橋の設計と建設が一方的に行われたという事実もあるんだ。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、クリミア併合を行った翌日の3月19日に、ケルチ海峡に鉄道道路併用橋を建設することを表明しており、2015年1月にはプーチン大統領と親交が深いと見られている、アルカディ・ローテンベルクが運営するストロイガズモンタジ SGM 社がクリミア橋梁建設を受注しているよ。ウクライナ政府は、ロシアによる建設を違法として厳しく非難し、ロシア側に一時的に占領下にあるウクライナ領内にあるその構造物の部分の撤去を求めた上で、クリミア橋の建設に関与した企業に対してはアメリカと欧州連合 EU から制裁措置が導入されたな。2018年12月以降における国連総会では橋の建設とその開通についてクリミア半島のさらなる軍事化を促進するとし、橋の高さによってアゾフ海沿岸にあるウクライナの港湾に出入りする船のサイズを制限するとして、繰り返し非難しているね。
しかし、ロシアはこの周辺のロシア地域の住民のための輸送インフラを建設することにおいては、誰の許可も求めないと主張して、国連決議に全く従うつもりがないことを明らかにしていたんだ。まさに、強硬的な態度だね。ウクライナは、アゾフ海に3つの主要な港ベルジャンシク及びマリウポリがあり、そこを通じて鉄鋼や農産物を輸出しているんだけど、そのため、このクリミア橋はロシアによってウクライナのアゾフ海にある港湾を部分的に封鎖するものであるとしているほか、橋元を通過するのにはロシアによる船舶検査が必要で、そのことで通過が許されるまで3日間待機させられている船舶もあって流通が滞っていると主張したんだ。ウクライナ海事当局によれば、ウクライナが使用している多くの貨物船舶は橋の下を安全に通過するのが難しいとしているな。バラ積み貨物船のコパン最下重量 17,777トンなどは、この問題を解決するためにマストの上部を切り落とす必要があるとされているぜ。2018年10月26日にカナダのザ・グローブ&メール紙は、ウクライナ国内の情報源を引用して、この橋によってアゾフ海の港から黒海に出港するウクライナの貨物船舶などの往来が約 25% 減少したと報じていて、現時点では、バイデン大統領がウクライナへのATACMS供与には同意していないため、ウクライナ軍がクリミア橋を爆破するためには航空機による空爆か、もしくは特殊部隊を潜入させての破壊工作しか手立てがないとしているよ。しかし、ウクライナ側の発表によると、クリミア半島においてはウクライナ軍が南部ヘルソン州で反攻に転じていることに呼応するかのように、住民によるロシア軍へのレジスタンス活動が始まり活発になっていると伝えられているぜ。7月11日、ウクライナ軍は、ヘルソン州にあるロシア軍の弾薬庫を破壊したと発表しているんだけど、これはアメリカ軍が供与したハイマースによるものとされているね。また、7月12日未明には南部ザポリージャ州のエネルゴダルにある新ロシア畑総勢力の拠点に、さらに、同州のメリトポリ近郊のロシア軍駐屯地でも複数回の爆発があったとされ、ハイマースや長射程の 155mm 榴弾砲弾 M982X カリバーが使用された可能性があると指摘されているんだ。ウクライナのゼレンスキー大統領が、クリミアに設置している常駐特別代表が明らかにしたところによると、ウクライナ軍の関連組織国民レジスタンスセンターが7月10日に、クリミア半島のセバストポリで、ロシア側に襲撃を警告するビラが配布されていると伝えているよ。まさに戦時中、アメリカが日本に対して行った行為そのものだね。このセバストポリおけるウクライナ国民によるレジスタンス活動の高まりを恐れ、戦術したようにロシア黒海艦隊がセバストポリを離れてノボロシスク港に撤退したのではないかとして、関連を疑う見方も出てきてしまっているぜ。このロシア占領地におけるウクライナ国民のレジスタンス活動は、北部にあるウクライナ第二の都市ハリキウでも報告されているよ。前線の後方で盛んになっているその陰には、後方拡乱などの特殊心理戦を担当するウクライナ特殊作戦軍の存在が噂されているみたい。その指導と活動を支援しているとされるアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーや、イギリス陸軍特殊空挺部隊 SAS の協力もまた、非常に大きいとされていて、これらレジスタンス活動の他に、ゼレンスキー大統領の身辺警護にも協力していると見られているね。こうしたウクライナ政府に対するアメリカとイギリスの特殊部隊による水面下の支援については、実際には2014年にロシアがクリミアに侵攻して併合した頃から続いていると見られていて、両国の情報機関はウクライナの情報機関ウクライナ保安局 SBU 対外情報局 SZR、国防情報局 GUR などへの協力を行い、特殊部隊はウクライナ軍の訓練指導をしてきたんだ。2021年後半にロシア軍がウクライナ国境へ大軍を展開したために、大幅に強化されていたってわけだな。つまり2014年から2022年2月の侵略開始までの間に、これらの組織間における各種シミュレーションは綿密に行われていたと見られているぜ。つまり、ウクライナが侵略前の予想以上の健闘を見せている背景には、アメリカやイギリスからの協力など、これらの動きが貢献していると見られているってことだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。